ああ、貴公の活躍を聞いたぞ。さすがは英雄。源流ミドガルゾールムの幻影を打ち破り、散り際に情報を聞き出すとは。しかし、竜の方向を発したのが源流の子だったとはな。ニドガルズオルムが生み出せし七頭の竜王たち、その存在は七大天竜としてイシュガルドにも伝わっている。そのうち今なおエオルゼアに住むとされているのは二頭。
果たしてどちらが竜の方向を発したのか。いずれにせよ、ドラゴン族の一大攻勢は目前に迫っている。大きな戦いは避けられないだろう。ドラゴン族が攻め込んできた場合、コートを守りきれるのか。あれは雲海に浮かぶ城、飛行可能な竜相手では地の利すらないように思えるが。そこは安心してほしい。ドラゴン族と千年戦い抜いてきた歴史は伊達じゃない。ともあれ、防護の強化は必要だ。至急アイメリク様にお伝えし、本国で対策を立てよう。無論気候の活躍についてもよく伝えておく。目覚めつつあったミドガルゾールムを封じたとあれば、アイメリク様もさぞお喜びになるはずだ。では私は戻ろう。こちらに進展があればすぐに連絡をする。数百年に及ぶ戦いの歴史か。彼らはそれをいつまで続けていくつもりなのだ。
さて、源流ミドガルゾルムの件も片付いたし、今度は私たちの発表をさせてもらおうかな。アシエン消滅法の件で報告することがあってね。エオルゼアに来てみんなで研究した甲斐があったよ。何か手がかりはつかめたの？そもそもアシエンが不滅なのは、この物質界で死んでもその魂がエーテル界に帰らず、二つの世界の狭間に逃げ込んでいると思われるからだ。そこで開発したのが白星石。エーテル体となって狭間に逃げようとするアシエンの魂を吸収して捕らえるマキサ。問題は、捕らえたアシエンの魂をどうやって消滅させるかってことだが、肉体を捨て去りし魂を砕くは根源たる力の刃のみ。純粋なるエーテルの刃を生成し、エーテル体となりしアシエンにぶつけ追消滅させるのです。だけど、アシエンを形成するエーテルの総量、いわゆる魂の質量がわからない。そのため、アシエンを切り裂くための刃をどれほどのエーテル密度で作ればいいのかも予想できない。じゃあさ、どんな魂でも問答無用で消し飛ばしちゃうようなすっごいエーテルの刃を作っちゃうのはどうかな。白星石にエーテルを閉じ込めておけるなら、今のうちに私たちが作り出すエーテルをギュギュッと詰めておけばいいんだよ。いいだ、以前ムーンブリダが説明してくれたのを忘れたのか。白星石にはエーテルを長時間保存できないって。エーテルは本来すぐに無酸するものなんだ。激しいエーテル放射と外的作用によって結晶化した物質、つまりクリスタルを除けばエーテルの保存はできないんだよ。ありゃ、そうだった。かといって持ち歩けるクリスタルの量には限界がある。アシエンがいつ現れるかわからないならなおさらだ。アシエンの魂の質量が大飯ぐらいの晩神リヴァイアさんと同程度と仮定しても、総動線を満たすほどのクリスタル量になるでしょうね。しかもあの時は総動線に乗せた変属性クリスタルでリヴァイアさんからの攻撃をしのぐことに特化したからな。消滅させるとなれば数石分になるだろう。私たちが頭を悩ませていたのはまさにその問題だ。エーテルを持ち歩けないからその場で得る必要がある。では大量のエーテルをどうやって生み出すか。取れる手段はただ一つ、大地に蓄えられた資源を使うのさ。もしかして地脈のこと？地脈を貫こうものなら大量のエーテルがあふれ出してここモーデナのように一面が結晶化してしまうわよ。いや、私が注目したのは申請したエオルゼアにおいてもっとありふれている資源、ズバリその変属性クリスタルだ。属性のバランスが崩壊しているとはいえ、エーテルの結晶であることには変わりないからね。だがさっきも言ったように持ち運ぶのは限界が。違う違う、変属性クリスタルを掘り出さずに直接エーテルを発生させるのさ。それさえできればエオルゼアの多くの場所で大量のエーテルを確保することができる。と、まだ可能性の話だけどね。
相手はわからないことだらけのアシエンなんだし、試せることは全部試したいんだ。そうね、やれることからやってみましょう。でもどうやって変属性クリスタルを利用するつもり？結晶からエーテルを取り出すといってもそう簡単にできるものなの？実はそのための巻を作ってみたのさ。周辺の変属性クリスタルからエーテルを抽出する巻、名付けてエーテルエクストラクターだ。早速こいつを試したいんだが、このモードナは変属性クリスタルが多すぎてどうも実験しにくくてね。失敗してここら一帯の属性を乱しちまうのが怖い。誰か実験に手頃な場所を知らないかい？では北ザナラーンはどうだろうか。あそこには中規模の変属性クリスタルがある。それにちょうど協力を願いたい事件が起きていてね。アルフィノ、何かあったの？北ザナラーンの帝国軍拠点カストルムメリディアヌムに動きがあった。マーチオブアルコンズの際に魔道城が全壊し、兵力的にも大きな損害を出した拠点ではあるが、同盟軍の撤退後カストルムセントリからの救援が合流。外郭の復旧作業のため物資を求めて聖林精製所を狙っているらしい。本国からの支援が断たれた今、彼らも生き残りに必死だ。聖林精製所になだれ込めば泥沼の戦いになりかねない。クリスタルブレイブはこれより帝国軍の牽制に向かう。だがいかんせん相手が大きい。暁からも力を貸してもらえないだろうか。つまり落ち着いて実験をしたきゃまずは帝国兵を追い払えっていうこと？マキの実験を餌に賢人の手を借りようって魂胆かい？いいじゃないか、乗ったよ。私たちが力を貸した方が早く落ち着くんだろ。アシエンはいつやってくるかわからないんだ。戦いが終わるまでゆっくり待ってられないよ。くれぐれもほどほどに。あなたは昔から無茶をする。そうね、ムーンブリダさんの言う通りだわ。わかりました。クリスタルブレイブと手分けして対応に当たりましょう。あなたは帝国軍の牽制を、サンクレットとパパリモもそちらに協力してちょうだい。ムーンブリダさんはイダ、ヤシュトラと共に行動を。先行して場所の選定を進め、牽制作戦の終了後に速やかに実験が行えるよう準備をお願いします。では私は別口で白成績の検証を進めておきましょう。ええ、お願いします。それでは各自出発の準備を整えてください。くれぐれも無事に戻ってきてね。Thank you.
Thank you.